横へ展開をします。ここで攻守が入れ替わります。ボカ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここから先の出しどころに苦労している様子です。ボールを取りました。さてどうする。ボカ、ボールの動きが激しい。いい形でゴール前まで持ってきました。パンチングで止める。ボカ、さあスタジアムのテンションが上がります。ボールがフリーになりました。ボカ、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。フィールドの中盤でボールを奪いました。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。スローインはしっかりと見か。後半の45分が始まります。サイドへ、中にボールが入る。素晴らしいクロスが入りましたが、ディフェンダーの読みが良かったですね。ルーズボールになっています。出しどころが見つからないか。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ボールと人がうまく連動しています。さあ折り返した。ボールはディフェンダーの元へ。スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。ボールを失った。このプレーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか。
険な位置です。緊張感が増してきます。カットしました。ここはどうするでしょうか。ちょっと消極的なパス回しです。ボールがフリーになりました。サイドからの攻撃へ向かいます。ここはキーパーが積極的に出ました。ボカ、ボールを回しますがなかなか崩れません。横に振ります。いい形でゴール前まで持ってきました。ここはレフェリーがファールの笛、危ない場所でのフリーキックです。ここはイエローですか。点を取る選手に出ましたね。人数が減るのも得点を取る選手がいなくなるのもよくありません。気をつけてほしいですね。ロングシュートを狙いましたが大きく外れました。ちょっと入りそうな雰囲気はなかったですね。さあスタジアムのテンションが上がります。ボカ、ボールを回してチャンスを伺います。シュートに行けるか。これはディフェンスが勝った。クロスが上がった。いいところにクロスが入りましたがちょっと読まれていましたね。ボールを運びゴールに襲いかかります。このボールは通るか。シュート、このシュートを弾いた。昇格まであと一歩に迫りながらもここまでリードを奪うことができません。昇格はお預けとなるのでしょうか。ここで決めるためにも最後まで諦めずに攻め続けてほしいですね。ここはナイスタックル、タッチラインにクリアしました。危険な位置です。緊張感が増してきます。これは通らず、相手の選手にカットされました。よく読んでいましたね。狙っていましたよ。先ほどからの運動量の低下の影響でしょうか。ここにボールが渡るとそこで攻撃のテンポが止まってしまう印象です。いい形でゴール前まで持ってきました。上がった、頭で合わせる。このシュートは枠に飛びません。力が入ったかもしれませんね。惜しいチャンスでした。鋭い読みでカット。ボールはどうだ。このクロスボールはディフェンスがクリア。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。大きく蹴った。クリア、決定的という場面、なんとかクリアしました。走り込んだ味方へ出した。ここでインターセプト。今のを通させなかったのは大きいですよ。危ないパスでした。ここで網にかかる。ディフェンダーの背後に走りましたがもう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。
今シーズンもこの試合を残すのみとなりました。前節引き分けて昇格まであと勝ち点1。この一戦にチームの命運がかかります。ここまでもつれ込みましたね。ですがきっとサポーターの期待に応えてくれるはずです。つまらないミスでボールを失いました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。主審が流します。アドバンテージを見たようです。ヘッドできた。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ボールを失った。プレーオン。ゴールも狙える位置でのファール。あっと今のでイエロー警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。ファールとなってフリーキック。かき出した。ギリギリの反応。コーナーキック。ヘディングでパス。さあスタジアムのテンションが上がります。スローインです。ここはスローインのミス。ボールを失いました。ここはちょっと軽率なスローイン。相手ボールです。ボールを運びゴールに襲いかかります。リードを奪いたい。キーパー弾く。コーナーキックのピンチ。守備陣には警戒が必要です。チャンスを狙っています。チャンスは続きます。スローインです。スルーパス狙う。押し込んだ位置でのスローインになります。これはフリーキック。直接狙える位置。かなり危険な場所に見えます。ディフェンダーがクロスをさばきます。
コーナーを与えてしまいました。セットプレーからの失点は避けたいところですが、中を固められるでしょうか。クロスが上がった。前方に運びました。横へ展開をします。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。そのまま返します。ボールと人がうまく連動しています。グティエレス、タックルでボールがこぼれました。ここでためを作ります。グティエレス、相手のゴール前でパスを回します。ボールはどうだ。キーパーが処理しました。フィールドの中盤でボールを奪いました。いい形でゴール前まで持ってきました。このクロスは許しません。ここでコーナーキックです。セットプレーを生かして1点も勝ち越せるでしょうか。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。強引に切り崩してきた。スペースを狙う。相手にコーナーキックのチャンスです。集中して守れるでしょうか。このコーナー入るか。グティエレス、ルーズボールになっています。危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはボールを奪取しました。グティエレス、チャンスになりそう。ここはフリーキックです。直接狙えそうな距離ですね。このボールはキーパーへ。横に振ります。ボールを運びゴールに襲いかかります。このシュートで勝ち越せるか。ボールへの寄せが非常に速い。ダドゥ、むしろタッチを割って良かったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。ボールが中盤でカットされました。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ダドゥ、前試合は後半に入りました。さあスタジアムのテンションが上がります。いいタックルでしたがスローインになりました。
ボールが足につきません。ルーズボールだ。綺麗にボールが走っています。実に美しいパス回しでしたが、結果はあまり美しくありません。入るか。イエス、ゴール決まった。引き分けでも昇格という試合でリードを奪いました。よく決めましたよね。コースをついた丁寧なシュートですね。はい、ボールのコントロールがいい選手ですね。ここで試合に動きが出てまいりました。ひとまず前に出しました。ボールは戻されます。うまくボールを動かしています。これだけコーナーキックが続くと、そろそろゴールの予感も感じます。コーナーキックの数です。ヘッドでのシュート。相手のボールになりました。このチャンスは生かせません。スローインです。ここで網にかかる。これは残念、ボールを手放してしまいました。ボールがこぼれました。攻守の切り替えが大事です。タッチを割ってスローイン。軽やかにジャンプかわします。いい形でゴール前まで持ってきました。ディフェンスの前に出た。タックルでボールがこぼれました。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。相手にコーナーキックのチャンスです。集中して守れるでしょうか。グティエレス、いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。ここは2人で回します。ボールを運びゴールに襲いかかります。パスがラドゥー、ゴールキーパーがよく飛び出しました。ボールを抑えています。よく見えてます。グティエレス、ラドゥー、あそこは見ておきたいですね。このクロスボールはディフェンスがクリア。タッチラインを割りました。スローインです。ダドゥ、危険な位置です。緊張感が増してきます。硬いディフェンスに攻めあぐねています。ボールの動きが激しい。タックルで止めました。スローインです。パスコースにはディフェンスがいます。タックルでボールがこぼれました。
スルーパスを出す。パスをこの位置で防ぎます。ホームのサポーターは諦めていませんね。すごい歓声です。この応援に応えないといけませんね。選手たちも最後まで足を止められないでしょう。引き分け以上が必要な試合ですが、サポーターからも昇格を確信して笑みがこぼれています。1点の貯金を作って終盤を迎えたのは大きかったですね。しっかりついてクロスをブロック。サイドをえぐって中を見る。ボールがこぼれました。いいタックルでしたがスローインになりました。画面にはポゼッションが表示されています。互いに譲りません。ラドゥ、絶好のチャンスを逃してしまいました。ここは決めておきたい。ちょっともったいないですね。この試合はまだまだ分かりません。さあスタジアムのテンションが上がります。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。この攻撃で最後となりますか。決まれば同点に追いつきます。いい形でゴール前まで持ってきました。シュートだ。ゴールゲット。ここまでリードする展開です。引き分け以上で昇格が決まります。いい流れできていますよ。とにかく勝つことに集中したいですね。得点差に余裕もあるのですが、まだまだ点を取りに行きますね。取れる時にはできるだけ取っておいた方がいいでしょう。正しい姿勢だと思います。味方の位置を確認する。ホイッスルが鳴って試合終了。最終スコア、入るか。イエス、ゴール決まった。引き分けでも昇格という試合で